今回はラインナップがなかなか、うん、そう今までと違う感じの、ね、豊富ですね、うん、いや掘り出し楽しんでるわ。一応オスなんでね、白豚を用意したいと思います。白豚伝説の泥試合というか一番楽しい。やったな久しぶりに今考えてた時にスタートされたんで、羽化した昆虫、クワタ一気に掘り出します。クワタ、クワガタ羽化したクワガタ一気に掘り出します。イエーイ、カブトムシはいません。この中にはクワガタ、すごいね、はい、ラッシュラッシュでラッシュ、ね、前もね、その前もね、うん、羽化掘り出しをアップしたんですけど、またまた今回はラインナップがなかなか、うん、そう今までと違う感じの、ね、豊富ですね、うん、ここになってますのでね、うん、はい、早速いっぱいあるのでね、そうちゃっちゃとやっていきますよ。やっていきましょう。いや掘り出し楽しんでるわ。そう本当にこのためにやってるからね。そうなのよ。じゃあまずは虹色からでいいかな。はい、 CDF1 って書いてあるの。はい、何色かな。おお緑だね多分。ん、死んでる。ん、これどうなの。死んでんの。死んだふり死んでる。え、わかんない、わかんない、どっち。あ、生きてる生きてる、動いた。あ、よかった、びっくりした。うまいねこの子、死んだふりに、うん、虹色で騙されたの初めてだわメスちゃんだね。チビオス、チビオスじゃないか君は。しかもちょっと羽ばかりしたチビオスで羽ばかじゃないか、かわいい、ごめんな。よし、キア、グリーン、マッグリーンっぽいかな、ノーマルかな、うん、ノーマルに近い感じの。もうちょっとしたら色がはっきりねしてくるだろうけど。そうだね、し上手だね死んだふりが、うん、一応オスなんでね、白豚を用意したいと思います。白豚白豚って、白豚を用意したけど黒豚さんはいるけどな、白豚で。確かに白豚さんで用意していきます。蓋は後がいいか。そうだ ね並べてみるからね。シール貼っといた方がいいよ。ああ間違いない、忘れるとこだった。忘れん坊孫なんでね、はい、それで許されると思うなよはい、うかみちゃんと書いてるからね、うん、うん、毎日チェッカーなんで。はい、 OK です。はい、次いいよね、順番適当でこっちから、うん、いいよ。種類は合わせようか。じゃあこれはね、スマトラアチェです。スマトラ平田クワガタ、あれ、オース、スマトラ大平田、うん、スマトラ大平田クワガタ、これはね4月入荷してますよ。どうしよう、またチビオスだったら。いや、とりあえずチビオスだとしても完品ならまだいいかな。さっきのみたいに、うん、ね、軽いハゼパカぐらいならまだいいけど、うん、すごい感じの羽化不全とかだとちょっとねへこむ。はい、うん、普通ぐらいじゃない、わかんないけど、前にいた子が割とでかかったから。ちっちゃいぐらいか。うん、ちょっとちっちゃめぐらいにも。なんかもう食べそうだね。うん、もう食べそうだね。あの上がってきてはないけどね、自力ハッチっていうか。もう餌入れても食べそうだけどね。ね、うん、いやメスも可愛いね。やっぱなんかこうしてみると、うん、違うね。あー何と？ん？なんか他のメスと比べる。あ、そう、今まではね、昔はさ、もうメスは全部、全部、うん、そう見分けつかんかったけど、だいぶ分かるようになってきたんじゃない？うん、いや何がどう違うかがちょっとあ分かんないけど、何かが違う。そう違うねって思う。スマートないっけ？いない。いない。じゃあこれいくよ。うん、あ、これはみんな大好きギラファノコギリ。お、キラハノコギリクワガタです。さて、
多分メスだよねこれ、このボトル。どうなんだろう、の予定、メスの予定の子だけど、オスだったら小さいかもみたいな。うん、まあ、ギラファのチビオスといえばヨネちゃん TV ですか。いっぱいこのメス。本当だね、うん、そこそこ、はい、立派。やっぱ違うな。違うね、細いねこの子、うん、スタイリッシュです。あっちの子は丸みがありました。うん、違うな、うん、並べてみよう、うん、あ、スマトラちゃんのが顔があの平べったくて四角くてキュートだね、うん、形が違うじゃん、もうまず、うん、これがスマトラでしょ、うん、これがギラファだもん、うん、ね、違うね。今年は分かるかもね、ちょっとなんとなく分かるか、最終とか言っても。でこれもギラファですね。ガンガンいっちゃいますよ、うん、その辺はまだメスメスって感じだよね。うん、オスはもうちょっと後か、もうちょっと後かな。もう慣れたもんですね。ね、だいぶね、そうコメントでもね、だいぶ上手になってきましたねって、うん、はい、出ました、可愛いメスでございます、うん、可愛いお嬢様でございます。一瞬ホワイトアイかと思うわそれ思った思った、だよね、あれ片目ホワイトアイ、うん、はい、片目ホワイトアイもどきちゃんでございます。違うけどな、違うけどなまあこっちの方が大きいな。はい、またシールを貼り忘れています。はい、いい感じですよ。次、これもギラファだね。いいペースで来てますよ。いいペースで来てますね、うん、ギラファちゃま折り返し地点です。折り返し地点です。1,2,3,4,5、 はい、あと5いきます。これはマット、これマットだね。そう、禁止とマットでやってたパターン、ね、勝手にやってたやつか。そう、勝手にやってたパターンだと思うそうかそうか、はい、あ、でかい、これのがでかい、マットのがでかい、すごい、ぷっくりしてるね。同じギラファと思えないぐらいプリッとしとるよ。ちょっと隣並べよこれ。マットの勝ちやん。これは勝ちだね、うん、完全に。お尻がプリプリよその子。すごいね、びっくりした、うん、なんか全然違うわ。全然違う、ほら一回りでかい。いや、ケツでけえな、うん、ここの横幅もね、うん、でかいじゃん。マットの勝ちじゃんこれ。本当だ、ね、あれかな、ギラファも最終マットがいいみたいな感じかな。ギラファは最後マットがいいって聞く。あ、やっぱそうなんだ、うん、じゃあこれは検証結果的に正解なんだね、うん、最後マットでいこうみたいな。これがもうギラファいない。ギラファいない、いないのね。これ初登場だね。初登場、ついに、ついに。これもなかなかね、いいフォルムのクワガタなんですよ。知ってるよねきっとみんなね、うん、コーンフキウスノコギリクワガタです、うん、これもメスだろうけど、ね、メスだろうけどね、結構楽しみにしてるやつですね。そう、オスが楽しみだね。そう、かっこいいんだコーンフキの顎が。そうね、多分昆虫レースの時出てきたんじゃない。あー、去年のね、うん、懐かしい、出てきたかもしれん。出てきたよね、うん、カエデかなんか最初に選んだけどやめたんだ。伝説の伝説の泥試合と言われて泥試合ね。用意ドン、用意ドンって言ってみんな動かない動かないっていうね、あったね、うん、アンテちゃんがダントツだったね、その中でね。あー、そうだね、うん、アンテちゃん、アンテちゃん、インドアンテちゃん、アンテマスクさんじゃないよ。あ、アンテのメスだねうん、そう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 、そう、赤い、ね、まだ赤い、うん、優しくね、新生虫なんでね、そーっと。あ、ほんとまだ、うん、浮かしたてだね、うん、完品だね、完品だね、多分お尻もほとんどしまえてるし、うん、乾かしてください。はい、私さ、うん、去年とか、うん、完品って何っていう、完品って言葉が分からなかったんだよね。
あそう、なんとなく完全な品みたいな、うん、綺麗な子なのかなっていう感じだったけど、完品っていう言葉ね、うん、割とあの初心者の方は知らないんじゃないかなとか思ったりして。完全な品です。完全な品、完全な品ですね、うん、要するに床不全とかがなくっていうね、ことだよね。ここまでメス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 できたよ。そう、あ、でこれはレギウスオツヤクワガタですですね、はい。こっからかっこいいの出てきちゃうよ。これズボッといくと怖いんで。あ、そういや虹色オスだったね、あれ。あ、そうだ。チビオス。そうよ、見えてきましたか。それがね、見えないんです。あ、いた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 、出ますか。あれ、いた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 、動いてる動いてる。うわー、かっこいい。来たね、来ました。これはかっこいいっすよ。いやー綺麗ですね。いやーかっこいいな。ちょっと入れちゃおうかな、うん、はい。これは赤じゃないんだよね。あ、ほんとだね。レギウスオツヤクワガタって書いてある、うん、普通のあれやね、うん、最終体重は 24g、 1月でね。なんか、あ、シュッとしてるね、これ。そう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 、なんていうんだろう、曲がりがないっていうかね、うん、まあ、曲がりすぎちゃうとタランプスになっちゃうけどね。確かに確かに、シュッとしてるね、うん、その中でも特にレギウスって感じ。うん、完品化です。イエーイ。オスはいいな。オス出てくる時がかっこいいよね。うん。うん、メスは大事ですけど、うん、やっぱりどうしてもオスがいいな。これもオスだね。それは何グラムですか、最終。これはね、22g で、こっちは28g って書いてある。じゃあ、22からでしょう。どう考えても22からな。どう考えてもそれは綺麗に洋室作ってるね。うん、しかもやっぱ洋室でかいね、うん、いや楽しいな、うん、ねえ、ほんとだよ、これが怒られっかな、一番楽しい集大成ですね。そうだよ、1年のね、うん、卒業証書じゃないけど、そう、なんていうあれ、通知表みたいなね、うん、本当通知表だよね。ね。これは赤個体のあれだね、血の子だね。あ、そう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 、赤いもんだって、ほら、おー、顎立派。立派よ、顎立派かよ。かっこいいぜ。ちょっとこっちに乗せようか、うん、まだあれだね、お菓子立て、うん、え、これでこれで 22g なのね。割と迫力あるよ、うん、ちょっと待ってよ、 28g はどんなんなんですか。やば、楽しみ。そしたら最後暴れとってちょいって、うん、ちっこいの出てくる。どうだろう、最終体重28、2月交換、うん、けど同じ交換時期じゃない、それ。同じ、うん、2月6、うん、同じ、うん、まあ、けどこの前の例でもあるからね、うん、横にドンと。ああ、そうだよね、うん、ちなみにこれが22g で、うちのこの前浮かした一番大きいやつと比べてみるとどうなんだろうか。ゆねちゃん史上最大のね、 あの動画であったね、でかいわ。あ、でかいの。ちょっと並べてみよう。うわ、でかいわ。結構でかいと思ったけどね、これでも、うん、顎がすごいわ、顎がすごいわ、うん、あと幅ね、うん、立派です。もうちょっと見せてくれるか、見にくいな。あ、
顎がちっちゃいな、ちょっと地味は。比べちゃうとあれだね、やっぱり。さあどうですか、28g ちゃんは。まだね、顎が全然見えてません。さあ来た、どうだどうだ。いや最大には負けるんじゃないか。うん、横かな。わ、でもでかでかいな。どうだろう、並べてみる。顎は短めだね、あいつに比べると。うん、やっぱりね、顎がね、顎が違いますわ。さっきの最大個体、顎が違うな。わかる？太いわこれは。そして、ね、あんまり触っちゃいかもね。だいぶ赤いね。赤い、これは、あ、ごめんね。あ、でも4月15日ゆうかだよね。もしかしてこのまま赤いんじゃないか。そのままでいてほしいね。そのままでいてほしい。赤でその大きさならなかなかのもんだよ。なかなかのもんだよね。正気さんに褒められたからね。ツイッターで。なんなら、なんなら。正気さんね。赤でその大きさは、みたいな。やったぜ。そう。でね。そう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 。この前ね、私ツイートしたんですけど。これどうなんだろうね。うん。この子はね、人工養殖にいた子なんですけどね。うわ、いいじゃん。いいね。いいじゃん。いや、もうこのツヤツヤ感、もう最高。まだね、あの時は羽がしまえてない状態だったんだけど、完品だね。大きいかもしれん。大きそうだね。縮むとしても大きそうだね。どうだろう、どっち？ヨネちゃん史上最大を超えてくるのかどうかってところだよね。顎の大きさがな、この顎な長いもんね。も割と長い。顎はそんなに長くなさそうだもんな。どっちだろうね。こっちが勝つかもしれんね。今までのヨネちゃん史上最大個体。かっこいいんだよな。めちゃくちゃかっこいい。赤だし、完全に種親候補だからね。これは種親候補だね、この人は。いやいいね、最高。このまた来年もこのためにセットを組むよね。そうだよ。レニウスはやっと一周終わって、そう、もう一周目っていうのもまた楽しいんだよね。そう、しかも今回はあのワインセラーは一切使ってないんで。そうか、伸ばす？引き伸ばす？次伸ばす感じのやつもやってみたいなと思ってるんでね。いいかも、いいかも。そう、だから最初はガーッと大きくして、で、大きなこいつはいけそうだなっていうやつを厳選してね、厳選してワインセラーに投入、いいね。して最後のあのところを引き伸ばすと。いいね、うん、でも結構これでもでかいと思うんだけどさ、それを引き伸ばしてどれくらいいけるかだよね。だから皆さんきっと80後半は全然出してると思うんで、この赤を維持しつつ、80後半を出せたらいいよね。確かにいいね。うん、普通の黒じゃなくてってことだもんね。そう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 、黒じゃなくて赤をキープしつつの、ほんのり赤でもいいじゃない。なんか宣伝みたいだぞ。うん、ほんのり赤でもいいじゃない。だってしょうがないじゃないか。ライトを当てると赤くなるのさ。だってそうじゃないか。やった、それ待ってたから。私今なかなか言わんなと思った。4月のやつね。ほら
ねえ。めちゃくちゃ赤い。あ、ちょっと待って。コウキちゃんかな？誰か逃げて出てきたぞ。ここ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 取って。あ、ドランドかい動画で。あ、動画でか。うん。可愛かったのに今。うん、地味だぞ。でかいやつだぞ。ギラファ。それ？こっちじゃない。ギラファのブリブリのやつです。あ、ブリブリちゃんね。ブリちゃん。ブリトニー、ブリトニーちゃんね。さあ、君たちも赤で固まってくれるのか。あ、けどこっちはもうだいぶね、うんうん、固まってる。黒っぽい半。あ、本当だね。こっちはね、赤、うん、赤いね。まだだって浮かしててだもんね、この子が。けどこういうこの人は赤だよ。その人赤だね。そして4月15日浮かだけど、うん、うん、この人、あ、この人も黒だけど、ね、上半身が上半身上半身上半身が赤だね。そう、だから黒っぽいやつと赤っぽいやつ、うん、だいぶ違うね、これ、ね、こうしてみると。どれくらいで確定なんだろうね。2ヶ月ぐらいかな、うん、2ヶ月3ヶ月けどこの人は本当にこの人赤で固まりそうな感じはあるな、うん、あるね。うん、いいんじゃない。いいじゃないですか。いいじゃないですか。楽しみだな、次世代が。次世代がね、この同じ血統で、うん、インブリードで、インブリインブリ、そう、やっちゃうよ、今季は。やっちゃいましょう。90ミリ。目指せね、うん。うん。赤キープしつつの90ミリ。いきましょう。それ最高だな。うん、はい、はい、いいですか？大丈夫です。はい、じゃあ今日はこの辺りでおしまいになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録ボタンでヨネちゃんファミリーに、ようこそ。まだね、決まってない、これ。あの練習中。決めてからにしよう。練習中なんで、いろんなちょっとバージョンやっていこうとしていくわ。うん。はい。で、最近 TikTok 始めました。はい。と Twitter と Instagram もやってます。情報多いな。多いな。まあいいや、あの概要欄にね、あるんでね、うん、Twitter とかインスタとか見てみてください。はい。はい。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。お前はすごいな。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。